州藤原氏時代の平泉、その様子を詳しく伝えている書物があります。それが吾妻鏡、鎌倉時代後期に幕府によりまとめられた歴史書です。その原本は失われていますが、写本や後の研究者がまとめたものからその内容を知ることができます。本文は日付ごとに書かれており、源平合戦や鎌倉幕府の成立など87年間を記述、奥州平泉についても多くのことが書かれています。中でも注目されているのが文治5年1189年9月17日の帖、頼朝の命により中尊寺の僧らが当時の平泉の様子を報告したものが地頭以下注文として記述されています。寒山中尊寺のこと、清平六軍を管理するの最初にこれを奏奏す。清平が奥州を治めるにあたり初めに建立したこと、高さ15メートルに及ぶ二階大堂や金色堂などについて説明されています。毛通寺のこと、道東40余雨、全貌500余雨なり、金堂円龍寺がたくさんの金銀宝石で彩られていたこと、漢字財王院の堂内の壁には京都の名所が描かれていたことなどが挙げられています。その他にも無料行員が平等院を模していたこと、平泉の太刀が無料行員の北側に位置していたこと、漢字財王院前にはたくさんの蔵が建てられていたことなどが報告されています。戦乱や後の火災などで建物や資料がほとんど残っていない平泉、吾妻鏡は当時の様子を知る大きな手がかりになっています。